熊野国蔵とは、熊野国を支配した国の宮津子熊野市。ダイヤと足に命の子、稲姫の自家が、熊野自家の姓を賜ったとされ、後衛の室軍儀少寮の熊野自家長が、延暦14年3月に改正して、熊野村時世になった。和田氏系図によると、熊野国が木の国に編入されてからは、室軍大量、また、熊野本宮ネギの食につき、 代々本宮を放祭したという。さらに、和田氏系図によると、第五天皇の代に室群大量熊の広報が、立花姓に改正。皇方の娘は、鈴木良氏に嫁いで、鈴木茂氏の聖母となった。皇方の三代後の立花よ冬が、和田昭治を称した。それ以来、国造家は、和田昭治を称して、和田氏となり、 神仏集合の時代に、中央の後ろ盾を得た熊野三山社宗勢力の筆頭であった熊野別島の勢力に押されたが、子孫は土豪として、木の国全域、河内国などに勢力を持った。国造の支配領域は当時熊野国と呼ばれた地域、後の木の国室郡現在の和歌山県南部と三重県南部にあたる。東部は、島津国造北西部は、 帰国像と接している。木国室軍の式内者である、熊野本宮大社か、名神大社の格を持つ。ありがとうございます。